東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のイーデサターン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。ダイナマイトダディ前に行きそうです。これに続いてナイキコマンダー、その外からビッグファイト、オレンジの帽子カフェレース、その後ろニュースシルビア、そのうちに続いています。その外にスタビライザー、緑の帽子メジロブロッサム、その後ろすぐ隣にスイートダーク、クラウドシップ、そのうちに続いています。その外にオートリエネ、ノーブルトーク、後ろからになりました。内からは西のバイオ、黒の帽子カワチトリビュート、その後ろ最後方に木星シプレー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はミューキトップラン、スイートダーク、ほとんど差がありません。ダイナマイトダディ3番手ノーブルトーク、いい位置、果たして先頭を捉えるか。ミューキトップラン先頭、差はほとんどない。2番手はダイナマイトダディ追いすがる。さあノーブルトーク一気に来た。メジロブロッサムいっぱいになった。あと 200m、 先頭はいいですか。ノーブルトークまだ後ろ、ちょっと厳しい。スタビライザー1着、2着にはどうやらメジロブロッサム、見事に勝ちました。スタビライザー、ノーブルトーク完敗です。着外に沈みました。Thank you.